はい、プライベートやんもう俺の。いや違う、何言うてんの気持ちのある、何やねんプライベートや俺のって、何やそれ。はい、ま、ここから店の頃だよ、ちょっと静かにして。おい三流芸人ども、決してもっこりするんじゃねえぞ。ほんまに俺はもう全力で乗るから俺ちょっと、いやいやいや、ここは気持ち切らすな、気持ち切らすな、今日一日ちょっともうちょっとライトにしてくれ。いやいやいや、これぐらいで出て、分かった、もう行くわ、来い。そしてその後は吉本最後のモテ男、亜生の新婚生活が心配だ。亜生におすすめの大豪邸を見に行こう。大豪邸を見に行く、どういうこと。亜生さん、あの結婚を考えてらっしゃると思うんですけども、結婚したらどれぐらいの予算で考えてますか。いやでもどれぐらいの予算ってこれシビアな話、5億ぐらいとえぐいって。俺しんすけさんちゃうねんから。いやこいつ結構稼いでるよほんまに。いやでも東京とかいざこっちとかで物件ね、そりゃ僕ももうそろそろ結婚かなとか思ってるから家探すけど、やっぱすごいお金いるよ。1億は余裕で超える。いやいやほんま今は東京は無理よ。1億なんか最低でもそれぐらいってなるよ、うん、はい、それくらい考えてるよ、はい、でも本当に。じゃあ今回実は堺で、はい、亜生さんとちょうど同じぐらい稼いでいる方の豪邸を見せてもらいます。ほんまにちょうどやろな、はい、いやほんまやろな。なめんなよ、いやいやいや、うちの亜生もちろん、はい、そこのお家のオーナーさんはド派手な美魔女。しかもですね、やめ、ほんまもうこんなんやったらあかんねん、こんなんどんどんこんなんな、もう最後パターンなくなってくんねんから。赤字にすなよ絶対こんなん。でも俺は好きやねんこういうの。このロケでしかこんなんできへんねんね。こんなこれうーんとか言ってこのロケでしかこんなんできへんねんから、やろうや、でもやるから、ほんで。しかもその方、はい、世界的なスーパースターにそっくりな、世界的。それではミュージックスタート。